ヒロポンを互いに注射する姿の林田重郎と足のや眼玉。1948年1951年足のや眼玉は漫才師。本名、三井勘三郎。南馬新地の生まれ、去年66。愛称は風貌から多ツボ、またはカリさん。ガンダマ、ガンという字は尊敬する歌舞伎役者の二代目。 実家は縁尺のカえ門の五つ狩り金に由来。幼少から芸事が好きであった。にわか役者の東名明座三郎を兄に持つ。袋物賞に奉公しながら、勝手に春野や岩玉を名乗り天狗連で活躍する。1916年頃に晩年の小福帝吉右衛門に見出され、弟子に迎え入れられ、落語や音玉の修行を積む。1917年頃に狩り玉と、 名乗り独立。その後、玉子や春音と名乗り軽口に転校、安ぎ説、万歳の一座に入る。1922年に吉本に買われて寄せに出るようになった。定調だった漫才に落語ネタを持ち込み、新風を起こそうと漫才師に転校する。相方を変えながら続けていたが、1928年、庭科の小山出身の林田重郎とコンビを組む。 出林は、大拍子を使う。ガンダマ、重郎をコンビの洒落た軽口や独特な味のある、掛け合いは人気を呼び、円達あちアチャコに次ぐ人気を持ち、活躍した。相方の重郎が、漫才のネタに、ガンダマの風貌を、タコズボと言って、観客を爆笑させていた。戦時中は一座、コロッケ劇団を結成しどさまわりや京都の復帰に出る。一時、コンビを解消したこともあるが、 戦後、復活し、1947年から始まった NHK 大阪製作の公開演芸番組、情報演芸会の司会を務め、オープニングのいらっしゃいませ、こんばんはで、全国的な人気を得る。また、この番組は、情報漫才のブームを引き起こし、戦後の漫才復興に大きな役割を果たした。新ヶ月、千日劇場、角座などで活躍。 18番ネタは、元は、役者、商売往来、スキモンドをまた吉本の広報誌の、商売往来は、ガンダマ、十郎のネタに由来。映画にも、十郎とのコンビで出演し、一日間を失った、ぼやき漫才の宮古文優と組む、後に十郎とのコンビを復活も、1958年、十郎が、脳出血で倒れコンビ解消。1959年に、 宮古屋文雄とコンビを組んだほか、単独でラジオ、テレビ出演するなど活躍した。1960年、心臓麻痺で倒れ、西成草までの自宅で死去。66歳没。また、野球ファンとして知られ、戦前は藤沢武夫等と野球チーム作って芸人仲間と試合を良くしていた。南海ホークスの施設応援団長を務めたこともある。ありがとうございます。